チャオ、あっちゃんです。今日2月の9日、あっちゃんちの晩ご飯、鶏肉の煮物、昨日ね鶏肉あげたから今日は煮物でもしようかなと思って、食材買いに行ってないからね、鶏肉しかないのよ。毎日鶏肉です。はい、鶏ももです。もうちょっとねご飯まだ炊けへんから、まずちょっと圧力鍋で作るからぼちぼち作りたいと思います。はい、はい、圧力鍋に鶏肉、鶏もも3枚入れて、で大根ね、これぐらい、10センチぐらいを1センチ幅ぐらいに一丁切りして、人参もね半月切りで1センチぐらいの厚みで、あと芽キャベツが、1パックあったんで全部入れて、これで煮物を作りたいと思います。水とりあえずねひたひたぐらいまで、水300入れます。で火にかけます。あ、ネギ入れ、ネギ入れたら美味しいよね。ネギの、白ネギの青いところをちょっと入れます。で、砂糖ね、大さじ 2ぐらい、適当で、醤油を、醤油大さじ3、大体適当やね、あっちいつもね。2、3で、出して、めんつゆ、4倍めんつゆ1、で、次にみりん3、入れるのかな、で酒もない、なんかできない、こんなもんでどうかいな。で、いい感じで、生姜、をね、喋ってたけど多分動画に撮れてないかもな。生姜10センチぐらい、これぐらい見ていこうかな。で、圧力かけて煮たいと思います。はい、煮物できました。今日はね、鶏ももと大根と人参と芽キャベツの煮物と、じゃがいもとわかめのお味噌汁、たくあんで食べたいと思います。はい、ではいただきます。まず白米、うまいね。味染みてる？生入ってる？で、鶏の煮物の鶏をまず取りたいと思います。入ってる、入ってる。いや。大根。キャベツ入れてる。これ食べてもキャベツの、ね、キャベツっていうかな、ちっちゃいキャベツ、むしろやろ、熱いで、めっちゃ、甘いな、これ甘い、おいしい、こうやったっけ、
コモみたいな。コモ？コウヤンやったっけ？コウヤン？え？ヤーコ？うん。あれが食べたよ。ヤーコめたかった？虹？あ、虹ヤコ。入れたらあかんやんな、この中に。でもわからん、いけるんじゃん。煮物。赤って書いてあった。焼いたり煮たら煮物赤いだから。うん。ませんの。ネギ。ネギは臭みで煮れてるね。食べても嬉しいから。嬉しい。どう？煮物は。まあまあ。ヒカルは？うん、まあまあ。まあまあ。まあまあらしいです。たくまん。アフロ。あ、熱い。アフロか。アフロってないよ。アフロ髪の毛なんか、もじゃもじゃで、ついてる。ミカベ食べた？うん。美味しいやろ？なんか余って。ジャガイモも一緒に入れようか思ってんけど、悩んでんけどやめて。ジャガイモとか玉ねぎ入れようか思ってんけど。何分こうたって今忘れてるわ。でこの後また続き食べたいんで、ゆっくり食べていきたいと思います。うん、長芋と先に食べよう。ではちょっとお父ちゃんが持ってくる。またね、バイバイ。あ、今日お父ちゃんなんか晩ご飯作るのめんどくさい言うとって。